自立交渉会社は明治時代初頭、日本の美術品や物産品を世界へ輸出した日本の貿易会社。日本の貿易会社の礎と言われる。明治7年開業の国策会社。1873年、明治政府が総力を結集し、日本の美術品や物産品を集め、 オーストリアのウィーン万国博覧会へ出展したところ、大勢の外国人が関心を寄せ、日本の会場は、連日にぎわい、緻密かつ壮麗な美術工芸品は、欧州人の日本館を変えるきっかけとなった。ウィーン万国博覧会終了後、好評を博した屋外展示の日本建築及び庭園を、イギリスのアレクサンドラパーク社が買い取りたいと申し出て、博覧会事務局に、 商品の保証を求めてきた。しかし、政府として参加しているため、博覧会事務局は関与できず、団長であり副総裁であった佐野城民の指名で、当時、海外へ佐賀県嬉野茶の玉緑茶を輸出し実績を残していた松尾義助を社長に道具賞として参加していて、美術、工芸の知識も深かった。 佐ノ城民の親族は会見サブローを副社長に任命し、急遽、反韓反民の貿易会社、規立交渉会社を設立し、日本庭園の販売に至った。後ほど博覧会で売れ残った品々も売買した。アレクサンドラパークへの神社落殿などの一区には、サウス県人東博物館のフィリップクンリフ・オウ応援、館長とクリストファードレッサーが協力した。 翌1874年、政府に全権を託された松尾と和解は銀座、竹川町16番地に事務所を開設。以後、小引町に第一製造所、築地に丁目本願寺裏に第二製造所を建設し、美術工芸品を製造する。最盛期には84名の社員と日本全国から様々な職種の精鋭を集め、100名以上の技巧を雇用し、 その製作品は、世界で行われた万国博に出品され、多くの金賞を獲得、後に外貨を稼ぐ主要な美術品となっていった。1876年、アメリカ合衆国建国100年を記念して、開催されたフィラデルフィア万国博覧会に、起立交渉会社として初参加する。大人数での出張となり、顔ぶれは、松尾義介、若い金三郎、西尾三郎、 原口助、八戸金三郎などであった。佐賀出身であった八戸は、米国イエール大学卒業で、英語が堪能であったため通訳を一任されていた。その他、茶章一人と醤油の亀香一万の主人、長岡善八が社員と共に渡米した。この時、松尾は、高覧車製の荒田焼に力を入れ、当時の高覧車の深川坂江さん、エモンノラを応援し、以後、 エキゾチックな異国趣味の陶磁器はアメリカ人の心を掴んだ。博覧会と時を同じくして東洋美術の殿堂と称されるボストン美術館も開館している。当時の美術館関係者は博覧会はコレクションを増やす絶好の機会であり、アメリカ芸術の著しい進歩につながることがわかるだろうと期待を表明。後にボストン美術館の日本美術部長となる。 アーネスト・フェノ・ロサは日本の展示は驚きの宝庫と評している。規律交渉会社の展示品は当時の区内省が認定した提出議原因が選定しており、一級品が展示された。博覧会の効果もあり、アメリカでの需要を確信した社長の松尾義介は1877年日本への帰国途中にニューヨークへ立ち寄り、 ブロードウェイ456番地に賃料年間3000ドルの店舗物件を借り契約し帰国する。帰国後すぐに同じ佐賀県出身で旧地であった当時の大倉郷大熊重信を訪ね日本の国力を伸ばすためさらなる世界進出を直訴すると松尾の詳細に一目置いていた大熊は直ちに松尾の要望を受け入れその年に八の平三サブローを 支店長に据え、ニューヨーク支店を開店する。ニューヨーク支店では、八戸金三郎、高屋奈義塔り、原口助、西沖三郎、小森典行など、日本人10名、時に、米国人を2から15人ほど雇用し、日本の織物、薪絵、漆器、陶磁器、絹、木綿製品、陶器などの工芸品を扱った。1880年に、卸部門が発足。 執行行動が主任として雇われ、翌年八のが休止すると執行は、支店長に任命された。執行は、佐賀藩出身で、大学南校で学び、アメリカ留学の後、外務省に勤務し、中国へ渡り、三井物産香港支店の支店長を経て、起立交渉会社に起用された。この時代、起立交渉会社は、異国情緒あふれ、 日本の商品を直接買える店として、ニューヨークでは目立つ存在になり、社名は、ザ・ハースト・ジャパニーズ・マニファクチャリング a c t u r i n g ン n d t r a を主として使い、現在でもその名は欧米ではよく知られている。ニューヨーク支店の開設については後に、大熊重信が、ニューヨーク日本人発展史の序の中で、松尾秀介氏が、起立交渉会社を起こして、日米貿易の礎を築き、 と記しており、日米間の貿易の活気をなす快挙となった。スティール・ライフ・ウィズ・スリーブックス・スモール・バスケット・ウィズ・フラワー、バルブスその後、ニューヨークの成功に自信を得た松尾は、1878年のパリ万国博覧会の開催と合わせて、キャプシーヌ通りにパリ支店を開店。初代支店長には、パリ万博で審査官を務め、フランス留学経験のある、 佐賀出身の打つ形作りを据え通訳にはフランス語に有能で、帝国大学を卒業した林田雅を起用した。アメリカと同様に、フランスでもジャポニズムが一世を風靡し、神秘眼の高い、フランス人は陶器、センス串、かんざしに至るまで様々な商品を買い求め、パリ支店も盛況となる。日本の絵画も扱っており、次第に、 浮世絵も日本通りの間で人気が出始め、浮世絵は当時の印象派に多大な影響を与えた。当時無名だったポスト印象派のフィンセント・ファン・ゴッホも、起立交渉会社に来店し、バルセロナ万国博覧会とパリ万国博覧会のため準備に投資していた松尾から、起立交渉会社と墨書きされた嬉しの茶の茶箱のプレートを譲り受け、それをキャンバスに、 スティルライフウィズスリーブックスと、スモールバスケットウィズフラワーバルブスの2枚の油彩画を描いている。1888年、バルセロナ万国博覧会にも参加し、規立交渉会社は出品委託引き受け先となっていた。また翌年の1889年のパリ万国博覧会にも参加し、この時代、万博といえば、規立交渉会社と称されていた。 各国の万博参加やニューヨーク支店も二つに増えるなど表向きは好調に見えたが、1881年の政変後は急激な円高となり、貿易には不利な状況となっていた。加えて製造所も運営し、良質なものづくりを社訓としていたため、人件費や原料代がかさみ、経営が切迫してゆく。規模の縮小、経費削減を図るが、 1884年横浜で円柱商店を設立した円柱孫平にパリ支店を譲渡する。パリ支店の譲渡により経営も一時は安定を取り戻すが、やはり資金が足りず、ニューヨーク支店も機能不全に陥った。1890年にはニューヨーク支店も譲渡し、翌1891年規律交渉会社は解散を迎える。 17年という短命な貿易会社だったが、明治初頭多大な国益をもたらし、日本の美術工芸品の発展に貢献し、山中商会をはじめとする後の貿易会社の礎となった。1911年には、西洋における東洋美術コレクションの中でも結出して重要とされる北家道根本マンダラズをボストン美術館に寄贈している。社長であった。 松尾の没後は、サネカズラ焼きの名称であり、既立交渉会社に勤めていた、宮川香織山や林田魂ら日本美術協会のメンバーが、松尾の制作から貿易までの日本美術への貢献は、多大であり、勲章授与に値するとして、明治政府に掛け合った。この働きにより、明治政府は、松尾日助に勲四等を授け、十五位に助した。2015年には、 企立交渉会社の名称を由来とする執行ブランド、起流者が立ち上がった。ウォルターズ美術館所蔵のフィラデルフィア、万国博覧会における日本の出品物の概要、坂本久子、近畿大学九州短期大学研究企業、36、1から15、クリストファー・ドレッサーと、日本鈴木博之、日本建築学会論文報告集、第226号。 昭和49年12月、ボストン美術館日本美術の司法図録より、ニューヨーク日本人発展史参照、VAN5EN ジャパン掲載。ありがとうございます。